チカメラ梅田店です。どんどん行ってますよ。よし、次はチャオパニックだ。違う、そんなん言い出したら一生終わらんて。飽き物だぞ。とんかつもええな。前は寿司だったな。スタドン、スタドンな。けどスタドンにはちょっと忘れ物があるからな。本気出しっこなあかんね。決め打ちしてきたけどちょっとぶれてくるな。ちなみに、ちなみにカレーうどんやってる。へえ、あるもんね。確かに麺がいいなぁ。麺けどなちゃぶ丼っていう手もある。もうやめてくれそれ。もう突っ込むワードがなくなってきてるわ。細麺無料です。ここにします。ここ9円いいな。牛タン2で作る。こちらもそれもあるでしょ。九条ネギ塩タン定食にこれにしたらね。いやでもうまそうやから。はい、どうも。すごい、やっぱり肉にエイジカラー。そして普通のコーンじゃないですよ。焦がし麦飯何味噌汁を使うんですか。どう。おお、嬉しそうです。今日は牛タン塩ネギ塩九条ネギ塩うまやったんすよ。これ前回のお肉で鶏肉のあ、見ちゃったら、うん、学校には勝ちましたね、まず。おえ一緒に飲んで。ああ、これ俺の好きな味噌汁や。知らんねんすよ。さあ、暫定チャンピオン、ちゃんとんこちらのお店こちらですか。ちゃんととわくらだごめんなさい、なんて言ってるかわからないです。もう一回の嫌やな。発表します。ちゃんととわくらだ。おお、ついに、うん、だってこれ推しじゃないのね、店の。そうそうそう、そうなんです。やのに、そう、この薄切りのやつでうまいから、おすすめの厚切りのやつどんだけうまいんやろうと思って、早くももう一回来たくなってしまってる。ってことは今最後の決勝戦、うん、ちゃんとんとこっちここ来て、うん、ちゃんととわくら、うん、ちゃんととわくらさん来て決勝戦ありえるってことですね。これありえますね。ついに暫定チャンピオンは入れ替わりました。いやびっくりした。おすすめを食べない男としてはね、おすすめが食べたくなった初めて。じゃあ皆さん、夜通しから梅田店に来た時は、今のとこ暫定チャンピオンは和倉さんなので、ぜひ来てください。ありがとうございました。